意外と知らない日本の常識、今回は天皇の命名についてです。実は古代天皇には和風の名前と漢風の名前があり、我々が馴染み深い天皇の呼び名は漢風四号、天皇が崩御された後に付けられたものです。なんと初代の神武天皇から44代の元正天皇までのほぼ全てはある一人の人物が命名しているのです。その超重要人物こそがこの人、近江三船です。44代中42代の名付け親、日本人なら絶対に覚えておきたい人物。この人の名付けた前天皇はコメント欄に載せておきます。